着られるの街みたいな亡者がいますね。男の方が悪の心を見抜き、女の顔が善の心を見抜くと言われてるんですね。合計7人裁判官さんがいますので、7-7-49日となっています。7日7番川を流されて向こう岸に流れ着くと、体が粉々になってもたとえ灰になってもずっと意識や痛みがあると。ではいよいよ六道の最後の一つ、地獄に進んでいきます。はい、どうもこんにちは。こちらの伊豆極楽園で案内係をしております松陽と申します。はい、そうです、日本の仏教におけるあの世を観光していただくという、珍しい施設になってますね。はい、日本のあの世って言っても、この後も解説しますけれども、六道といって、メイン6つの世界がありまして、それと別に極楽もありますけれども、うちの場合は伊豆極楽園と名乗っておきながら結構地獄のエリアが多いですんで、はい、皆さんには地獄をたくさん見ていただくことになりますね。ではどうぞお入りください。はい、どうぞ。1986年の5月5日に開きましたので、ちょうど今38周年ということになってますね。はい、こちら閻魔様ですね。元々は祖父が作ったという形ではあるんですけれども、祖父と父が父が最初から館長をやっていまして、はい、祖父とその一家でいろいろ作り上げていったと聞いておりますね。よく聞かれるんですけれども、うちは全然お寺ではなくて全く民間で一家でやってる形です。こちら金棒ありますね。はい、頭上注意していただいてここの玄関、まだここ玄関なんですけれども、実はここが結構第一関門で、そこの玄関の段差を越えて来られないお子様というのがすごいたくさんいましてね、はい、なかなか怖くて入ってこれないというお客様もいますね。もしかしたらうちは玄関で引き返されるテーマパークとしてはナンバーワンかもしれないです、はい、それではどうぞ中にお入りください。さて、当園に来ていただいたお客様は最初にここの広間のところであの世について概要を解説するんですけれども、今回はちょっとそこは省略させていただいて、とても重要なことだけをお話ししたいと思います。当園はですね、およそ1000年前西暦985年に源信というお坊様が書かれた往生要集という本をもとに作られているんですけれども、この往生要集に書かれている一番重要なことをちょっとお話しします。それはですね、人間の死亡率が 100% だということです。これが往生要集の中には何度も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 書かれていまして、いつか死ぬんだぞ、死ぬということを忘れてはいないか、忘れてはならないぞと何度も書かれていて、結局のところ、人生は短い、悪いことなんてしている暇がないぞというのが一番重要なことなんですね。もうそれだけ覚えていただければもういいっていう感じなんですけれども、はい、ですから、これからの展示を見ていただくにあたってちょっとだけ知っておきたいことがありますので解説していきます。まずこちらの六道ですね。六道というのは、日本の仏教において、死後来世に生まれ変わる世界のことなんですけれども、それがこのように6つあって、六道とは別に極楽という世界があります。極楽の方はですね、永遠の命を手に入れると言われていまして、仏様になって人を救う側に回るんですね。こちらにもちょっと極楽の絵が描かれていますけれども、それでこちらの極楽以外の六道の方は、寿命が来るたびに別の世界、別の世界、または同じ世界とかに生まれ変わってどんどん輪廻転生していくという形になっています。地獄なんかもこの六道の中に入っているんですね。そしてこの後の展示なんですけれども、四十九日の冥土といわれる、いわゆる裁判、死後の裁判ですね、これを順番に展示で見ていただく形になります。1週間に1人ずつ合計7人裁判官さんがいますので、7-7-49日となっています。ちょっとあの世を見る前に、ここの解説をしている広間なんですけれども、実は周りにもいろいろ展示があるんでちょこっと紹介しますね。こちらの方とかがまず館長が描いた地獄の絵ですね。こんなものがあったり、こちらも館長が描いた鬼の絵なんですけれども、そうですね、展示も結構作っていますし、もともと絵をやっていた人なんですね。はい、こちら下の方にも、色紙とかがかかってあったりとか、いろいろ実はちょこっとありますんで、
さっさとあの世に行きたい方もいるかもしれませんけれども、じっくり見ていただいても楽しめると思いますね。こちらの六道断面図と題したでっかい模型があるんですけれども、まず下の方を見ていただきましょうか。こちらが地獄が地下にたくさんあるわけですね。地獄って八大地獄といいまして、大きく8つの層に分かれていると言われていまして、下に行くほどどんどん罪が重くなり刑期も長くなっていくという形になっています。でここが地上なんですけれども、人間界、畜生界、ガキ界、アシュラ界といった六道のうち4つがこの地上にあると言われています。地上の真ん中に須弥山という山がありまして、その上に天上界、いわゆる天国が広がっていると言われているんですね。天上界の方がこんなにたくさん階層があって、修行を積んでどん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 レベルアップしていって、最後は極楽浄土に向かうという形になっています。大消滅地獄ですね、こちらは。でその下に阿鼻地獄という一番深い地獄があります。そうですね、本の方もこちら置いてあるんですけれども、こちら実際に江戸時代の辞典のような本になっていまして、ちょうどここに須弥山図と言われる、これは古代インドから伝わる世界はこういう形になっているんだという図になりますね。そうですね、これは実際に江戸時代の本になります。それではどうぞ、シデの山を登っていただきます。こちらがシデの山を模した階段になっていまして、暗いですので足元はくれぐれもお気をつけていただきたいんですけれども、シデの山というのが本来はたった一人で1週間をかけてトボ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 登っていくというものになっているんですけれども、ここで終点になります。皆さんに最初に見ていただくのがこちらの三途の川ですね。ご存知、あの世とこの世を隔てる川で、三途の川という名前が3つの渡り方があるので、3つの道の川と書いて三途の川と言われています。3つの渡り方なんですけれども、まず良い人がそちらの方に橋がありまして、遊興都といって橋を渡っていくことになります。普通ぐらいの人が山水瀬といって浅いところを歩いて渡っていくと。そして悪い人は甲信園といって7日7晩川を流されて向こう岸に流れ着くと、そういうふうに言われております。三途の川のどこを渡ればいいのかというのは、1個前のところのこちらの信仰という裁判官のところでどこを渡ればいいのかというのを指示されるというふうに言われていますね。ではどうぞ、三途の川を渡っていきます。こちらに西の河原の展示でもあったりしますね。そしてちょっとこちら側、なかなか暗くて見えないかもしれませんけれども、三途の川をダーッと渡っていく形になります。ここなんか最近実は増やした絵でして、38年間やってますけれども、ちょこっとずつ展示が変わった以来していますね。実はそんなところに魔物みたいなものがいたりもしますね。そして三途の川を渡りきりますと、このようなところに行きます。右にいますのが賢寧王、左にいますのが賢寧王または脱衣婆という名前で有名ですけれども、ここで着ていた服を脱がされて、濡れ具合によって罪の重さを測るということになっていますね。後ろの木が衣料樹って言いまして、そこに服をかけるんですけれども、ここから先が彼岸、あの世ということになって、ここから先はこの世のものは何も持ち込めないという形になっています。三途の川を渡った後はちょっと間を飛ばす形になっちゃうんですけれども、この通り閻魔様の前、閻魔の庁に来ます。閻魔様は皆さんご存知かと思うんですけれども、死後の裁判で言いますと35日目にお会いする裁判官ということになります。閻魔様は死後どこに向かうのか判決を言うと言われているんですけれども、実は死後の裁判は49日目までありますので、この時点ではまだ最終決定ではないということになります。見ての通り、ここに上張りの鏡というものがありまして、上張りというのが水晶を指していまして、水晶でできた鏡だと言われているんですけれども、これが現世での姿を映し出すので、どんな嘘もバレると言われています。他に後ろに頭がついた柱がありますけれども、これが人数上とか人頭上といいまして、男の方が悪の心を見抜き、女の顔が善の心を見抜くと言われているんですね。ですので閻魔様の前でお前はこういうことしただろうって言われて、悪気はなかったんですって言っても、悪気があったのかどうかも判定されてしまうという形になっています。この上張りの鏡もですね、悪行だけを映すわけではなくって、この35日目に供養していますと、その姿を、良い人で限定だとは思うんですけれども、
閻魔様が見せてくださると、現世で現世にいる遺族の元気な姿を見せてくださるというふうに言われているんですね。ですので善行を積んでいけば、閻魔様も結構優しいと言われています。また閻魔様といえば嘘をつくと舌を抜かれるというのが定番ですけれども、まあ閻魔様が抜くわけじゃなくて部下の鬼が抜くんですけれども、ここも実は結構諸説ありまして、閻魔様のところで抜かれるんだという説もあれば、1週間前のところで舌を抜かれるという説もあり、また嘘つきが落ちる地獄というのもやっぱりありまして、そこでは舌を抜かれるので、まあどれが正解かはともかく嘘をつくと必ず舌を抜かれてしまうということになりますね。地獄の方だと舌を抜くのではなくて、引っ張って伸ばして伸ばして地面に広げていって、その上を畑のように耕すという刑もありますので、何にせよ嘘をつくと舌が大変なことになるということになっています。ここに懺悔帳というものが用意されていまして、来た人に懺悔を書いていただいております。でも閻魔様だけはなんか別格といいますか、すごい有名ですね。1週間ごとに諸行を、想定を、五感を、閻魔大王様を過ぎて、その後も変税王、大善王と 7の裁判官様に裁判をしていただくという形になります。こちらは往生要集の絵の模写なんですね、はい、これは後ほど往生要集の方をお見せしますので、閻魔様の後は、裁判が終わったということで、この六道の辻というところを通って六道のエリアに向かいます。六道の辻というのがですね、このように6つの鳥居がありまして、最後は自分で鳥を選んでくぐるように言われます。どの鳥居をくぐったとしても必ず自分に合った世界に生まれ変わるんですけれども、必ず自分で選ばされるということになっていますね。この場で選ぶというよりは今の生き方でもうすでにどこに行くかを選んでいるということになりますので、皆さんも気をつけなければならないですけれども、あとちょっと注目の点なんですけれども、鳥居なんですね。これが神社の方の鳥居がもうこの仏教のところに日本では混ざってきているというちょっと面白い点もあります。では進んでいきましょう。はい、ここが六道のエリアでして、まあ、六道それぞれの世界が絵や地裏に描かれているんですけれども、人間界に注目して紹介していきたいと思います。人間界というのは六道の中では上から2番目にいい世界ってことになっているんですけれども、その人間界でも四苦八苦なんていう四字熟語がありますけれども、その四苦八苦というのが人間界で体験する4つそして8つの苦しみのことを表しているんですね。まず四苦、4つの苦しみというのが生老病死でして、まず生きる苦しみ、生まれを選べない苦しみ、そして老いてゆく苦しみ、病む苦しみ、これは痛みも含みますね。そして必ず来る死という苦しみ、そして四苦八苦の残り4つというのがちょっとこちらにもあるんですけれども、愛別離苦、好きな人とも別れなければならない苦しみ、恩憎を得く、嫌いな人とも出会わなければならない苦しみ、求具不得、欲しいものが手に入らない苦しみ、ご恩上苦、自分の体と精神ですらうまくいかないという苦しみというふうになっていまして、まあ、仏教の世界では人間界というのも苦しみに満ちているというふうに言われているんですね。六道というのはそれぞれに苦しみが別々でありまして、苦しみの絶えない世界をどんどん輪廻していくという世界観になってますね。そんな苦しみの中でどう生きていこうか、この苦しみからどう出していこうかというのが、まあ、仏教の教えみたいなところはありますので、まあ、受け入れてうまくやっていこうというそういった心構えになっていますね、はい、人間界以外の六道なんですけれども、こちら阿修羅界、たとえ良いことをしていてもいつも怒ってばかりだったり人をいじめていたり、そういった人たちが行く戦いの世界ですね。こちらガキ界の方はまあ、欲張りな人であったりがめつい人であったり人のものをいろいろ奪った人たちが行く上の世界です。天上界は人間界のいいところで、まあ、いわゆるもう天国のような楽園なんですけれども、まあ楽しい分死ぬ時は人間界よりも辛いと言われていますね。また楽園だからといってここで怠けていたりしますとまた人間界に戻ってきてしまいますので、楽園だからといって修行をどんどん続けていけば極楽に行けるかもしれないということになっています。こちら畜生界の方は動物の世界なんですけれども、まあ、動物の世界というのは弱肉強食、なかなか厳しい世界ということでぐうたらであったり、あるいは動物をいじめた人が行く世界だと言われていますね、まあ、ペットとかだといい暮らししてるじゃんって思うかもしれませんけれども、仏教的には仏の教えを理解できない生き物になってしまうという
そういうちょっと苦しみがある世界なんですね。ですので畜生界から直接極楽とかには行けないらしいというふうに言われております。ではいよいよ六道の最後の一つ地獄に進んでいきます。こちらが地獄の中でも一番上にある統括地獄というところなんですけれども、統括地獄の紹介の前にちょこっと地獄の基礎知識をお教えします。地獄というのはまあこうやっていろんな攻めを受けていてすぐに死んじゃうんじゃないかと思うでしょうけれども、実は鬼がこうやって持っている武器とか杖とかをですね地面に打ちつけて勝つ勝つと呪文を言うとたちまち蘇ると、それで何度も何度も永遠に攻めが続いていくと言われていますね。これは他の地獄でもずっと一緒の基礎的なルールでして、地獄というのは契機が出るまで決して出ることはできないと。また体が粉々になってもたとえ灰になってもずっと意識や痛みがあるというふうに言われています。そしてこの統括地獄というのが一番上の要は一番刑期の短い地獄なんですけれども、それでも統括地獄の刑期が500年と言われているんですけれども、地獄の1日は、四天王の500年と言われていまして、でその四天王の一日が人間の50年に相当すると言われていて、計算しますと1兆6000億年を軽く超えてしまうと、そんなに長い時間一番軽い地獄でもいなければならないんです。そしてこの総括地獄がどんな人が行く地獄かと言いますと、殺生の罪で落ちる地獄なんですね。殺生が悪いことはもう分かりますけれども、意外と一番上の一番軽い地獄でもう殺生なんですね。このあとどんな罪が待っているのかは、はい、紹介していきますけれども、では統括地獄を過ぎて次の黒上地獄に向かっていきます。黒上地獄で一番目を引くのがこの釜茹でなんですけれども、釜茹で自体は結構いろんな地獄にあるポピュラーな攻め句なんですけれども、黒上地獄ではですねこの上を綱渡りさせられて落っこちると釜に入ってしまうという、そういった攻め句が行われています。また綱渡りをきちんと渡りきれてしまったらどうなるかといいますと、こちらの方で、墨縄といいまして、大工さんが使う直線を引く道具なんですけれども、それで体に才の目に線を入れられてその通りに切られてしまうと、そういう攻め句が待っています。この黒上地獄がですね書かれていますけれども、殺生に加えて中盗つまり盗みの罪でして、盗みというのがどうやら殺生よりも重い罪ってことになっているんですね。ちなみに盗みの中には詐欺とかも含まれます。切られるの町みたいな亡者がいますね。はい、また後ろの方には針の山もあったりとか、針の山もやはり上を綱渡りさせられて落っこちると串出しらしいですね。この黒上地獄が地獄では2番目なんですけれども、この先もいろいろな地獄がありまして、増えていく罪というのがですねこの次集合地獄で邪淫の罪、まあ、浮気であるとか変態行為の罪という地獄があるんですね。その先が共感地獄、酒に溺れた罪、大共感地獄では、妄語とか言いまして、世の中の道理に合わないことを広めて、他人を扇動した罪みたいなものも増えてきます。単に人を殺すとかそういうことよりも、やっぱりたくさんの人を惑わせて不幸にしたとか、そういった罪の方がどん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 重くなっていくという形になっていますね。八大地獄の他にそれぞれに16の小地獄というものがあって、合計136の罪と地獄があると言われていて、まあ結構小地獄は名前すらわからないところも多いんですけれども、地獄というのは本当たくさんあるんですね。はい、まあ、何百年とか千年かけていろんな人がいろんな地獄を考えて増やしてきたという、だからこそまあ、矛盾しているところとかもあったりはするんですけれども、考察の違いもあるし、千年以上の長きにわたっていろんな人がハマってきたという世界になっていますね。地獄は先ほど刑期もまあ1兆6000億年以上あるんだって話はしましたけれども、刑期を終えると魂が浄化されてまた戻ってこれるという、実は罪にまみれた魂を救う場でもあるんですね、地獄というのが。そういったところが仏教のとこちょっと面白いところでして、たとえどんな罪を犯そうが帰ってこれない地獄というのはないんですね。一切どんなに悪いことをしようが、長い長い長い刑期を終えればまた戻ってこれるというのが仏教の世界観になっています。この地獄の炎というのがどうもどこを見ても地獄は燃えてるんですけれども、罪人の罪を燃料にして燃えているって言われていまして、
罪人自身が出している炎に自分を焼かれて、その炎によって浄化されていくというのが地獄の基本になっています。ではこのまま先に進んでいきましょう。まだまだ地獄はあるんですけれども、まあ、どんどん深い地獄になってきますと詳細がわからないところも多く、こちらの一番下の阿鼻地獄、別名無間地獄と言いますけれども、無間の字がこちらの間がないと書いて無間地獄なんですけれども、絶え間なく攻め苦が続くということを示しております。ここの辺に来ますとね、上の方の地獄からその横を2000年間落ちていって、すべての地獄を見た後にここの地面にベターンと落ちると言われているんですけれども、ここの詳細は人間界のものが聞くと恐ろしさのあまり全身から血を吹き出して死んでしまうと言われていまして、全く詳細がわからないという恐ろしい地獄です。はい、それではこちらの方にありますけれども、地獄破り完了ということで、この後胎内巡りという形でまた1階に戻っていきます。仏の様の体内を巡っていくという形になっていまして、たまにお寺さんとかでもあるんですけれども、暗いところを進んでいくというアトラクション的なものですね。はい、はい、ここ体内くぐりの中には5つの鈴がありまして、仏教の五戒といわれる基本的な5つの罪ですね、それを犯さないという誓いをしていただく形になります。はい、はい、では体内をくぐり抜けていただきますと極楽に超到着です。極楽というのは西方浄土といいまして、浄土というものがたくさんあるんですけれども、その中でも一番西にある西方浄土というのが極楽と言われていますね。阿弥陀如来様が治めている浄土という形になってまして、まあ見ての通り楽園なんですけれども、住みたいところはどこでも住むことができ、欲しいものがあれば思い浮かぶだけで目の前に出現しといった楽園になっています。とはいえそういうところに行きたいなと思っていると、やっぱり極楽には来れませんので、こちらでは自分が仏様になって今度は救う側に回るので、人を救うことを考え続けると多分来れるんじゃないかと思います。はい、長かった世ツアーもここで終点ということになりますけれども、まだまだちょこっと展示とかもありますので、ちょっと紹介させてください。はい、この辺りの展示なんですけれども、ちょっとここのところに北斎の地獄絵なんていうものが展示してあったりとか、はい、こちらの方がですね、京都とか近畿地方の方の、いろんなお寺を巡る地図なんですけれども、これが、1754年に出版された地図なんですね。当時の人たちはこの地図を見ていろんなところのお寺を巡っていたという、すべてのお寺を巡ると極楽浄土に行けるという信仰があったんですね。ちょっとこれは地獄と直接関係のあるものではないですけれども、江戸時代のこちらも本ですね。いろんなことが載っている辞書みたいな本なんですけれども、こういったものもうちでは触っていいよという感じで置いてあったりします。あとちょこっとこちらの方に館長のコレクションコーナーなんてものがありまして、館長昔発掘してたりしましたので、こちらにちょっと実際に発掘してきた土器なんかが置いてあったりしますんでね。これが実際に江戸時代、ここには1843年って書かれていますけれども、江戸時代に出版された絵入りの往生要集なんですね。これが上巻でして、はい、往生要集って書かれていますね。こうやっていろいろと絵が入っている往生要集になっていまして、うちの地獄なんかもこういった絵入りの往生要集の影響を強く受けております。これが江戸時代の八高堂兼彦という絵師が描いたものでして、これが結構有名なので、日本の地獄のイメージというのもこの八高堂兼彦さんが描いた絵が元になっていると思うんですね。はい、この辺りの往生要集とかも全然触っていただいて大丈夫ですよという形で置いております。これが明治時代に出版し直されたものなんですけれども、はい、こんな風な形になってますね。ここで展示は終わりなんですけれども、大人の方はもう一方秘本展というのもありますので、外の方に。こちらの上に秘宝館があるんですけれども、実は
秘宝館の方 R18 ということで取材は NG ということになっています。すいません。ただ秘宝店秘宝館といっても熱海のみたいな派手のじゃなやつじゃないんですけれども、実はうちと全く無関係ということもなくてですね、実は目玉の展示としてチベットの閻魔様の仏像が置かれています。でそのチベットの閻魔様というのがちょっととてもお子様にはお見せできないような格好をしていまして、そちらはぜひとも自分の目で見に来ていただきたいと思います。そうですね、うちの看板を長く務めていますね。結構ここが中伊豆方面から西伊豆戸井とかの方面に向かう国道なんですけれども、ここをいつも仕事とかで通ってて、いつも鬼が何なのか気になっててやっと来れたんですみたいな方とかもいまして、はい、たまに色が変わってます。はい、伊豆極楽園で案内係をしております河川と申します。38周年になったんですけど、なんとか潰れずに続けて、もうちょっと続けていけたらなって、もうそれが精一杯ですで今後の目標っていうか、外国人の方にも来て いただけたらなと思って、修善寺までは結構外国人の方見えるんですけど、ここはちょっと交通の面も悪いしっていうのもあるんですけど、やっぱりマニアックな外国人の方が時々来てもらったりするんで、やっぱり日本の地獄を身近に見てもらえたらと思います。そうですね、地獄に行きたい人は減らしつつ、地獄は見たい人っていうのを増やしていけたらなと思いますね。世ってあるのかどうかっていうのはもうずっと皆さん考えてることだと思うんですけれども、世はあった方が楽しいよというスタンスでやっていきますんで、はい、そうですね、38周年ということで、38年もやってられたのは子供の頃に来てすごい怖かったんですけれども、大人になってまた来ましたっていうリピーターの方とかいまして、そういう時はやっててよかったなって思いますね。私はこういった取材とかそういうので、やっぱりいろんな方とお会いできるっていうのが何よりの嬉しいし、あと案内をしながら日々自分もちゃんと真っ当に生きなきゃいけないなって感じることができているのはいいかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。